どうも皆さんこんばんは、そらです。本日は台風の翌日ということでやってきてるんですけど、まあ皆さんのところはどうでしたか？ちなみに僕のところはまあまあ被害を受けています。いつものね、あのビッグベイトの池ね、よう出るところ、いつも同じところやってんじゃねえよ僕がみたいなコメントもあるんですが、まあそれは置いといて、その野池に行こうと思ったんですけれども、状況確認も踏まえてね、そしたら山が崩れてました。で行けなかったんでいつもの野池2にやってきました。まあここに来るまでもね、結構道端がね、風で折れた枝が落ちててなかなか進むの難儀したんですけど、なんとか来れたんでここでやっていこうかなと思います。で本日もね、こいつバラムね、クソデカバラムね、こいつやっていきたいんだけど、こいつだけでやっちゃうと、まあ、おそらくほげるっていうことでウェアルフも持ってきてます。だから一応ロマンを求めてのバラム、まあ、正直ロマンだな俺のフィールドでは。で堅実なウェアルフという形でやっていこうかなと思うんですが、ただねちょっと今日あれなんですよ、まあ、ツイッターの方でちょっと言ったんだけど、朝起きたらめちゃくちゃ歯痛くて、俺めっちゃ歯痛いんですよ。でも今俺テンションすげえ低いっしょ、痛いから歯が痛いっていうか、多分これ歯じゃねえんだよな。歯が痛いとかやったら多分ね、そんな急に痛くなったりしないんだよね。急に痛くなったからさ、だからさ、顎の筋肉とか多分そっちじゃねえかなと思ってて、だからどっちにしろさ、その口をこう動かしてると痛いんです。結構すごい喋りづらいんで困ったなって思ってるんですけど、まあやっていこうかなと思います。で風強えな、どうしようかな、ボート出そうかなと思ったけど、なかなか風強えもんね。とりあえずそこら辺、そこの角ねはもう激アツポイントやから、ちょっとこれやってみるけど、でこの風があれば可能性はあると思うんだよな。今日風強いね、でも風強いねぐらいで済んでるから、ね、台風ぶち当たってる昨日の夜はやばかったから。あ、つうかこれウェアウルフとか持ってきたけどさ、下手したらこれウェアウルフ使えんなね。あ、つうかブレーキがなんか多分緩いわ。そうだね、昨日っていうか昨日じゃないけど、この間釣りした時に最後ソルティーコアチューブで一匹釣ろうとしてブレーキを標準設定にしてたの。よいしょよいしょ、おー来た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 、うわー乗らんかった、いやーなんで乗らんかったんや。いやー千載一遇のチャンス逃したわあれなんか潜らんの、なんでやろ、あ、ラインかなんて、いや、せっかく出たのにな、あやってしまったわあ、でも可能性あるかもしれんな。でもあれが最終で最後かもしれんけどね、正直でかかったね。あーやってしまったやっちまったぜベイビー、バラムフィッシャー、痛い、口が痛い口が痛いよ、バラムフィッシュって言いたかったんだけどね、ダメやった。どうしよっかな、ボット出したいけど風があるけんな、結構しんどいよな、しんどいとは思うが、かの前によ一匹取ってきたよな、ウェアウルフでフォロー入れとく、フォローになるか知らんけど、ネコリグリグってきました。結局ネコリグだけどさあこいつでやっていこうかな。まあネコリグのセッティングがいつも通りっていつも通りですからね、これだけ風が強いんでちょっとアピール力強めにしていかないとあれかなと、ウェイトも重たくしていかないと使いづらいかなと思ったんですが 1.8 にしました思ったんですがいつも通り
なんか大丈夫ですよ。そんなにメインで使うセッティングにしてるつもりはないんで、まあフォローですよね。メインはバラムだから。それがもう今リグってる間にいなくなったかな、魚。でバラムに反応した魚がネコリグに反応するとは思えないんだけどね。つうか喋んのしんどいんだが。口が痛えよ。無言でいいかな。まあでも台風の影響は池自体はねそんなにないかなって感じですけど、まあ風がどんだけ影響を及ぼしたかなっていうところやね。雨はほとんど降ってないから増水とかそういったものはないけど、風で水がひっかき回された可能性はある。それがどこまで影響してるか。さっきのねいきなりバラムチェイスを見る限りではマイナス方向じゃないと思うんだけどね。おそらくだけど、口ってマジで本当にああしんどい、口が痛いよ、頭痛してきたし、あとりあえず魚触っとこうっていうこの横島な考え方だと反応ないね。雑魚、ああ頭痛くなってきた。暑いんだよな、風があるとはいえ。ダメや、こっちはどうや。釣れんね。釣れませんね。え、これはもしやバラムデーか。いや可能性はあるよね。この風が味方してくれてる。で台風の影響によって雨が降ってないからそんなにマイナスファクター的な要素が少ないかもしれない。で風がバーって吹いて、まあ水が濁ってるか濁ってないかわかんないけど、それプラス波風プラス酸素量とかも増えてきそうだな。昨日のうちにザッバザバ波だったと思うから。で魚がイケイケになってる可能性がなくはないかもしれない。台風直後の晴天だからね。太陽がマイナスといえばマイナスかもしれんが、でもあんまりその弱気になっていったらダメかもしれない。さっきの反応を信じた方がいいかもしれんね。今日バラム使わないでいつ使うんだな。じゃあこれを最後の一投にしてちょっとねボート準備していこうか。まあ、これで釣れたらノーカットやけど、釣れんかったらもうこの辺カットやから。ってことは今俺が喋ってるこの映像流れてるってことは釣れてるってことです。お、来た、ほら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 、持ってけ持ってけ、よっしゃ釣れてるってことでした。振りじゃなかったわ。そんな大きくないよ、30センチぐらいだ。うい、30センチもねえな。オッケーオッケー、よし、草が一緒についてきた。ちょどうなっとんねんこれ。はい、ちゅうことで一匹ゲッツ。いいコンディション、30センチぐらいです。そんな大きくないけどね。今の振りのつもりやったんやけどな。この映像が流れてるってことは魚釣れてるってことです。の次にカットするっていう、釣れませんでしたって言ってカットするつもりやったんやけど。そういう振りをやる想定だったのが本当に釣れてしまいました。よし OK、 じゃあもうこの後坊主でもいいな。バラムでやっていこう。はい、ということで準備完了しました。普通に1時間ぐらいかかったわけです。で今日は風が強いんでちょっと厳しいかなと思うんですけど、このインフレータブルボートね、まあ、ゴムボートって言われるようなタイプのボートっていうのは、いわゆるアルキメデスの法則で浮いてる普通のアルミボートとかああいうのと違って、完全に浮いてる状態なんですよね。水の中に、船体が1個も入ってない状態なんで非常に風に弱いです。スケートリングの上にいるぐらいツツツツ滑っていくんで非常に風に弱いんですが、まあエレキとかがあればね、踏みっぱなしでなんとかなるかなと思うんだけど、俺みたいに、月の収益が100万いかない限りはエレキつけないとか言ってるようなやつは手こぎでやってるわけなんだけど、やっぱりすごい風に流されますっていう時に使うのがこれ、アンカー。これはマッシュルームアンカーですね、ゴムボート用のアンカーになります。普通のアンカーっていうのは金属で、なんかこうトゲトゲしてるやつなんだけど、そういうの使っちゃうと船体に穴が開いちゃうから、こういう専用のものを使った方がいいです。でこの辺に縛り付けておけばもう流れない。
でもちょっと落とす間に流されちゃったから、もうちょいもうちょいこっち行かないと。だから普通のボート釣りの感覚で流して流してっていうよりかは、おかっぱりの延長みたいな感じでやるのが手漕ぎの釣り方です。ういさて流されてますね。よーうん、微妙っすね微妙っすということでちょっと移動するんですが、移動するときはアンカーを上げて流してちょっとだけ上げる感じ、ね、で風に、まあ今ちょっと風ちょうどやんじゃったんであれなんですけど、風を利用しながら流して、もうちょい、なんでこのタイミングで風止まっちゃうんだよ。で、また落とす。あった、長さが足らんかったようだ。うんちょっと寝こりぐ入れていいっすか。ちょっとね、確認確認このなんか崩れてる草のとこに魚おらんことはねえと思うんやけどな。おらんのかな。おらんならおらんでいいんやけど、まあシェードがあるところの方がいいかな。なんでちょっと流しましょう。でアンカーを持ち上げてたら10メーターぐらい出てるんで、全部持ち上げたらしんどい。ちょっとだけこれで移動すんのは大変やけど、流すのはちょうどいいかな。あ、つうかこれじゃねえ、これじゃねえ、これではないっす。うお、いいところだぜここは。ダメです。移動しましょう。よし、シェードにやってきた。やっぱシェードっしょ多分ちゅうことでこの辺一体やっていこう。おかっぽりではね、ここちょっとやれないところだから、もしかしたらいいかもよっていう。ちょっとオーバーハングってまでタイトめなキャストができないな。よっ、よしよし、いい感じ。反応なし。でもいないとは思えないからこれを使います。魚が釣りたいです。あ、もうねバラム投げた後ウェアウルフ投げるとさ、キャストフィール全然違いすぎてさ、なんか変なことになるわ。おお、木が沈んでんね。あ、そうだね。あ、これ食ってんな。よっしゃ、やっぱいるんだよ。そんな大きくないけどねネットよーい。やっぱいいや、ハンドランディングしよう。ハンドランニング練習しとかんとね。おう、バラしたとか言ってたらバラしたわお、練習もなんもバラしたらあかんやろ。やっちまいましたね。結び替えとく。でも いるでしょっていう30センチ、まあバラムと一緒ぐらいのサイズ感なんだよな。やっぱ釣れねえなバラムは選ぶな。
ほんと、ホームラン級しか釣れんね。ネコリブって偉大だよな。すぐ魚釣る。偉大だわ。いやもうバラムが、ネコリブみたいな存在になるような場所じゃないと厳しいかもしれないね。もうちょい、今度は釣りたいね。すごいね、木の枝が沈んでんだよ。目で見えないけど。ガッチャガチャしてる。まあ、オーバーハンがあるっていうのもあるだろうし、やっぱ昨日の風でだいぶ落ちたと思うんだよな。なんか落ち葉とか、細い木の枝とかが、ここ風、表っていうか、あ、来てる。よっしゃ！ほら、連発。ハンドランニングしよう。そんな大きくないけど。よいしょ。はい、このサイズ、このサイズですよ。いいのは。でもこのサイズはいるし釣れるんだな。ちょっとバラムくんちょっと来てもらっていいですか。バラムよりちっちゃいわ。ほらほらね、友達やん。もうマブダチですよ、マブダチ。ウェーイ。バラムの方がでかい。長さはね、太さはそうでもないけど。お、食った。よし。あんまり大きくないな。ヤオ。ヤオヤオ。ふ。そんなに大きくないですよ。では。よっしゃー、あ、よっこらせい。バラムよりちっさい。よいしょー、ネコリグー、爆鳥ですよ。やっぱね、おかっぱりではできない場所だったり、通せないコースだったり、そういったものを通せる剣、水の上に浮かんだら強いな。普通に5倍釣れる。こういうのはいっぱいおるんだよな。まあまさにある意味ではマッチザベイトってマッチザベイトだから、うん、でっかいのはね、ああいうの食ってると思うんだよな。ただここね、ギルの池なんで、あのサイズのバスを食ってるかって言われたら微妙かもしれないけど、ギル食ってるかもしれない。だギルとバスがいた時に、小バスね、どっちの方がバス好きなのかなって。怪しいんですよ。遊泳力で言ったらギルの方が弱いから、まあ、弱いって言うのか知らんけど、まあギルの方が低い能力。だからこの分食いやすいとは思うけど、ギルって扁平で、しかもトゲがヒレか、ヒゲがトゲトゲしてるからさ、食いづらいと思うんだよな。っていうことを考えた時、どっちがバスにとって食べやすいんだろうって思って、噛みつくまでは多分ギルの方が食いやすいんだろうけど、噛みついた後だね、食いづらいのは。まあ頭から食えばあんま関係ないかなとは思うけどね、ギルでも。でもあんまりでかいギルは食わないだろうね。いや、こういうところでバラム使っちゃいけないよな。魚釣れんもん。もうね、一日一匹とかっていう世界じゃないもんな。月一回とか、月一匹とかそういう世界だと思うわ。こういうところで、あんなん使ってたら。さっきは月一回のチャンスを俺は逃した。もう来月までないと思います。あ、食ったぜ。おっしゃ、お、ちょっと大きいか、ちょっとサイズアップしたかもしれない。ほら、めっちゃ低いやん。ちょっとサイズアップしたかもしれんぞ。ネッツ、いや、ハンドランニングでいいか。おし、いいサイズやん。これが釣れたらちょっと嬉しいサイズやんけ。よしよしよし、取れてるね。よし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 、おお。元気いいな。ほら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 、でかいでかい。おお、これ釣ったらもう今日の撮影終わっていいぐらいのサイズ感。うわ、でかっ。よっしゃ、でかい。ほら、やべ、ちょっと丸飲みされてっから切れるとこやったね、下手したら。危ねえ危ねえ。ち
ちょっとまず外すか。オペの準備をします。くー、ワーム邪魔。ワームが邪魔でよくわからん。オッケー、ネコリグ君でかいじゃん。ほら、これついたらもう満足サイズよ。長さは45ぐらい。ほら、でかい。やったね。これ釣れたらいい、オッケーよねっていうサイズ感ですわ。やっぱなんやかんやおかっぱりより釣れるな。おかっぱりだったらあの魚釣るの結構苦労すんだよ。ちゅうか、あれもバラムで釣るにはちっちゃいんだよな。あれはもうバラムでは釣れないサイズ感だと思う。あれよりでかくないとダメなんだよ。45以上。でも50、最低でも50入ってこないと。いや、無理だよな。無理だよ、正直。いや、もう今日の動画、これで終わっていい？でっかいの釣れたし。いや、もし、いや、もうあれ以上の釣果はね、俺期待できないと思うわ。なんで、勘弁してください。勘弁してけろ。よし、少し見えた気がする。そんなバラムで釣ることがもう俺の中では特別じゃないから、いけるわ。俺もうビジョンが見えてるもん、バラムで釣れるっていう状況も良い、いいと思うんだ。今日バラム投げないでいつバラム投げるっていうような状況ではあるし、どうやったらバラムに反応するかも分かってるし、どういうところがいいのかも分かってきた。よっしゃ、バラムフィッシュ。うーん、よーし、来た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 。ちょっと大きい、ちょっとサイズアップした。